ハローエブリワン、こんにちは、タカジリです、今回のタカ旅はですね、まずは機内からご案内してます。 LCC エアアジア、オーストラリアのブリスベン空港からバンコク、ドモン空港を目指してます。今回は直行便なんでね、マレーシア、クアラルンプール寄らないでそのままドモン空港を目指します。まずは機内食ですね、今回プリオーダーで先にインターネットでお出してきました。チキンとスティッキーライス、ベジタブル付き、水も1本ついてます、これは辛いソースもついてますのでね、辛いのが好きな方にはいいんじゃないでしょうか。とりあえずもう寝てるじゃないですね、食事以外もほとんど寝てました。ちょっと撮影しながら蓋開けたいと思います。ちょっと開けてるんですけどね、まあいい感じね。まあ量が少ないんでね、軽くペロリと食べちゃうと思いますけども、チキン、そしてブロッコリー、人参、そしてスティッキーライスがついてます。それではいただいてみましょう。まあ、味の方はね、まあまあという感じで、まあいいんじゃないですかね。とりあえず一食はねやっぱり頼んでおいた方が便利だと思うんですよね。それではいただきます。はい、というわけで、という間に、バンコクはドモン空港にもうすぐね、到着になります。ほとんど食事以外は寝てました。さあ、到着です。まずは、両替してください。まあ、どこもね、いろいろありますけども、ほとんど変わらないと思いますね。歩く手間考えたら、もうその辺で両替しちゃった方がいいですね。1万円ぐらいだったら、まあ、両替すればね、街まで行けると思います。で、お腹空いてる方は24時間のフードコートありますから、それを作ってくださいね。そして、SIM カードを買った方がいいですね。インターネットあるとないとではもう全然違いますのでね。SIM フリーの携帯をね、使ってください。持ってない方は設定しておいてくださいね。そしてこちらが値段ですね。まあ、1週間だったらそんなにしないと思います。安いですよ。今回30日いる予定なんで、ちょっと500ドルオーバーになりますけど。さあ、コスパ最高、街行ってみたいと思います。夜中着いた場合はバスも電車もないのでタクシー乗ってください。だいたい250から300バーツぐらいで街まで行けると思いますが、バスですね、とりあえずこの A1 バスで、もうちっと行きを目指します。5分に1本来ます。30バーツ安いですね、約100円ちょっとだと思います。もうすぐね、バスって書いてあります。出口も分かります。乗り方もね、そんな難しくありません。街まで、ね、行くバスもあるんですけども、市内入るとちょっと渋滞してるんで、とりあえずモンチットから電車に乗り換えた方がですね、早く行けるんじゃないかと思います。まあ、バスの前はこんな感じですね。A1 バス乗ってくださいね。モンチット行き行きということで、まあ、すぐ来ますしね、まあ、モンチットまで大体15分から20分ぐらいで、ね、到着できると思います。バス乗り込みますと車掌さんのおばちゃんいますからね、30バーツで切符をね、必ず受け取ってください。レシートかな、切符かな、これですね。もうほとんどねこの辺は空港の周りなんで、バスついてますね。バスというかね、道ついてます。さあ、駅に着いたらですね、まあ電車もねそんな難しくないんで、まあ、ここでストップですね。おばちゃん教えてくれますから、で電車乗り込んでください。電車もね、ここから7駅とか総北とか、今回はトンロを目指します。電車も空いてました、座りました。さあ、トンロ駅到着です。今回はトンロの駅から歩いて4分で書いてありますけどね、どうなんでしょうか、行けますか。宿屋さんというですね、日本人経営の安い宿を目指していきます。まあ、電車も今回ね44バーツでモチットからトンロまでラビットカード買ってですね、まあ、電車が乗れればね、いろいろ行けますから、ラビットカード買って、まあ、100バーツぐらいで買ってね、足んなくなったらまたチャージすればいいと思います。返金もできますのでね、ラビットカード便利ですよ。さあ、では歩いて行ってみましょう。まあ夜ですけどね、まあ、そんなに駅前だし、歩いてすぐなんでね、まあ、駅前のホテルはいいですよね。特に7とかですね、7プラザとか、そういうカーブで遊ぶ方、夜遊びする方は、麻生区駅とか、ま
また7駅近くですねホテルを取ればいいんじゃないかと思います。今回岩瀬市内で、トンロ駅前のねホテルにしました。ちょっとこの階段がね荷物にとってはちょっとしんどいですけど、頑張って逃げたいと思います。まあ、人通りもねこの辺はないですけど、まあ駅前なんでね、ご覧くださいと思います。さあ頑張って歩いていきたいと思います。さあここ降りたらちょっと戻るような感じでね、深夜食堂のお兄さん見つけましたんでちょっとついていきたいと思います。面白いですね。さあここがお店なんですね。深夜食堂ですね。今度行ってみたいと思います。味の方はどうなんでしょうね。評判よく分かりませんけどね、ちょっと興味津々。深夜食堂、名前がいいですね。さあこの大通り沿いずっと歩いていきたいと思います。まあ、昼間と夜の方がね多分全然違うと思うんですけど、また昼間は昼間で今度動画撮ってみたいと思いますけども、この辺はね多分レストランとかねあったりすると思うんですよね。さあ次の沿いというかね、道を左曲がっていきます。ここはフルーツ屋さんですかね。人もいるんでね、そんなに怖くないと思います。じゃあここの交差点を左に曲がって、あとはずっとまっすぐですね。近くには大きな日光ホテルが新しくできましたから、日光ホテルを目指していけば簡単に到着できると思います。残念ながら今回は日光ホテルじゃないんでね、日光ホテル泊まりたいですけどもね、ちょっと宿屋さんのレビューもしたいと思って、宿屋さん撮ってみました。さあ、ほとんどお店もね閉まってますけども、都の駅前は日本食レストランとか、韓国焼肉屋さんとかね、あとはマッサージ屋さんが多いですね。食べるには便利ですね。有名なイムチャンレストランも近くにあります。この通り沿いにねあったと思います。まあ、一回もね行ったことないんですけども、有名ですよね。タイフードタイレストランですね。ずっとね歩いていきたいと思います。さあ、何があるのかな。売宅乗る距離じゃないんでね、全然歩いていけると思います。セブンイレブンもありますね。まあ、セブンあると便利ですよね。タイはねそこら中にセブンイレブンありますからね。セブンイレブンに行くとも何でも売ってますし、まあ、そんなにね値段も高くないと思いますね。オーストラリアはねセブンイレブン高いですけど、さあマッサージ屋さんもね、通り過ぎました。まあ、とにかくレストランがたくさんあります。商社の人たちもねよくこの辺でご飯食べてるそうですね。駐在商社駐在ですね。駐在って言った方がいいかな。タイ駐在の方もねよく来られてるみたいですね。ここも日本食レストランですね。お寿司とかもあるんでしょうか。ちょっとお腹空いてるんですけどね、食事はまた後でね、駅前に近くにですね、駅前の近くに屋台街みたいなのがあるんで、ね、そこにちょっと後で、ね、チェックイン後に行ってみたいと思うんですけども、さあ、これがね左手がちょっと見づらいですけど日光ホテルですね。新しくできた日光ホテルにもいろいろね、レストランとかたくさん入ってると思います。そしてここを通り過ぎるとですね、もうすぐね宿屋さんになると思います。1階には有名なまた焼肉屋さんもねあるみたいなんですけども、ちゃんと警備員のねお兄さんが立ってます。これは、駐在の方だったんでしょうかね。さあもうすぐ到着になります。この辺もお土産屋さん、マッサージ屋さんなどもありますね。さあ、そろそろじゃないですかね。あ、焼肉屋さんですかね。レストラン、何屋さんですかね。まあ、お客さんもね、そんなに早い時間、食事の時間じゃないってね、あんまりお客さんに、ね、あ、ここ焼肉屋さんですかね。さあ、この隣が宿屋さんですね。階段登った上がですね、受付になってます。それでは階段登っていきましょう。エレベーターがないんでね、お部
部屋もできれば下の階の方がねいいと思いますが、まあ1階というんですかね、上上がったところは、ロビーというかね、受付と、そしてここがね朝の食事会場になります。はい、それではチェックインしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高旅、高地でした。バイバイ。See you next time.